さあラスト5回16本目お互い同時に今何回目って聞きましたけどもう早く終わりたくてしょうがないでしょうねあった固めてこれはここをねこの置き攻めで取りたいんだけどあの置き攻め方法は基本的にめくり痛くなってねガードできるっていう割とシンプルですけど踏み込んで前転とか の, あのスクロール裏回りとかはどうですよさあ仕切り直してあっ危ないお見てる今の状態さくらでまあ逆転の後に一瞬踏み込んで前転するとあれ裏回りますよ CP はねちょっと隙間作れば大体裏回るんで僕はよく寄りとかで寄りとか下がったりよくやってますけどあえて隙間を作って前転にすると、まあ、自動で裏に回るっていう。なんかコツみたいなのはあってね。まあ、その辺は多分慣れればわかりますよ。あ、ここ裏回るなーってのがあったら大体回るんで。じゃ 2P 限定じゃなくて、まあ、1P でもいけるんですけど、2P の方が回りやすいっていうね。特にね、桜とか、まあ、下がったが一番あれなんですけど、ワンチャンがでかいんで、アパカを当てて、前転。一応ずらして前転みたいなね、そういう裏表見たしが強い。結局2分の1なんでね、難しい小技動向よりも、前か後ろっていうのは強いと思いますよ。簡単だし、ミスってもリスクないし、ね、ミスったらまあそこから固めればいいみたいな。真面目なこと言っちゃったとか言ってる馬にね、こう、もう何だろう、この光景何回見たんでしょうね。めちゃくちゃついっていう今は反省してるみたいなそれうまいねさあ小技ヒット確認から弱爆ですこすれば出るそして元さんは同情姿勢度がやっぱり低い あとこのゲームの仕様でボタン2つ同情しはなぜかノーマルカラーっていうのがありますけどたまにこう PPP カラー選んでるのにノーマルカラーが出るっていうのはそういうことです、はい、なんかよくわかんない仕様なんですけどねだからメインカラーにねこう同情式を使うのはちょっとなーっていうなんか見た時に萎えるとか言ってる間にダイレクトあリード守って南がガンガン前に出るそう普段からそれぐらい攻めていいと思うよなんか割といつもひよってみたいなのが多いんだよそうそうそう言っておいおい褒めたところにあーっとあーレイドヒット元レイドその2その3わからんこれは反撃しろや反撃しろや反撃しろやダメっとしたらマミプ返しされたでござるのわきさあ大丈夫なんかなもうお互い疲れが出てきますけどまだいいやん俺この間坊ちゃんと40回やってあの吐きそうになったからねあーまあけど坊ちゃんとやるの楽しいからなあーやっぱ考えてるわーっていうただあの反応はムカつくただ坊ちゃんとまあいろいろ最近喋る機会あってあーこの人は本当に家庭使用好きなんだなーってのがね伝わってきて真剣にやってるってのがねこうなんかのガチとかイベントの前にも絶対早くって練習してるってのはすごいいいですよね負ける方が悪いって言ったらあれなんですけど大会前とかにこう練習持てずにお金だけ払って大会出て勝ちましたみたいな人はちょっとねーっていう、まあ、勝手に僕の好みなんですけどやっぱりこうちょっと早めに来て練習して大会に挑むってのはいいっすねあー遠いそして化けるあれなんかあるよね強勝にしたんだけど昇竜コマンドが化けるっていう下がっても結構リバサーアッパカやったらなんかリバサー上キャノンレベル1みたいなレベル3とかの時にはもう目も当てられないんですけどあー重ねが甘いとねやっぱ隠し硬直投げれるんですよね一応このゲームもあのまあ小技とかの発生前投げれるんで最速反応で暴れたり投げたりとかできるんですけどボッタンそれうまいんだよねブランカであの
ブランクのボッチャンブランク相手に透かし下段するとするとしようとすると大体最速でピチッっていう。あ、おいしい。ミスる。ああ、元もちょっとミスってしまう。さあ、こする。多分南さんがね、ジャックパンチはカタカタカタってすごい押すと、なんか下から当たりとか出てくるんですよ。あのスクラッチカードみたいなやつが。そうじゃないとあんなこする理由がわかんない。固めて。南さん結構ね、この上下がってやってるはずなんで、割と上手いと思いますよ。ただし、キツネさんを除く。そうそうそう。こういうの、結構上手いよね。あの位置なら反撃されないっていうのは割と知ってるんで。ただ、なんて言うんだろう、コンボ精度の村と、熱くなりやすいっていうのと、不器用勢っていう。やるね。さあ、美味しい。さあ、この後、どっちだ？そっち、そっちか。第4の選択肢来た、これ。さあ、年末特番、モドタイ南、聖戦かっこジハード。まあ、完全にジハードって言いたいだけですけど、残すとこあと3回。痛い痛い痛い。とりあえず皆さん、再生数だけ伸ばしてください。これすごい滑ると切なくなるんで、なんか、パート1が140、パート2、100、パート3、46、パート4、28とかだと結構へこむんで、みたいな。俺寝る間惜しんで最速で援護したのに。一説によれば、このガチのためにプレミアム会員に入ったとか入ってないとか、まあ入ってないですけど。月額500円なんでね。まあ、それ相応の、なんか欲しいですよね。うまい。もうポッキーマジかこいつ。ちょっとそれは食らった側も苦笑いするわ。さあ、ダイヤキングで暴れて。まあ、垂直弱とは見えましたね。あ、この爆裂も生です。これ、あれですね、この組み合わせは、結局動きは2人とも変わらないって。なんか、やってる内容がちょっと違うくらい。かな。現在ドブガが始まって1時間12分。あ、うまい、うまいね。なんで普段それができないのかっていう。もしかしたら南さんはガチとかでこう強くなるタイプだったのかもしれないっていう。いやー、まあ南さん強いと思いますよ。過去棒読み。あとか。うるさですよね。ものすごい今気合い入ったボタンの押し方で足払い出ましたけど、パーンみたいな。今パーンって言ったら違うフロアから大バノって。大バンとかやったらダメですよ。まあマイク通ってないんで聞こえてないと思いますけど、まあ、これはまあゲージ売りは南ブランカーですかね。さあ、解消戦、高村。ザ・カップエンスついた感じ。あ、バカ出ないね、ほんと。この、あ、いや、これは、せかせ、ひらしたら終わる。ああなったらダイレクトよりも、距離優先の方がね、ダブルアップ狙えるんで。これ、ピョったんじゃない？うん。おーっとさ、ちょっと怪しかったけど、ダイレクトヒット。さあ、ラスト2本。あと2回。さっきのプレーのラストの補足ですけど、なんか南さん、あのポジションじゃないとダイレクト出ないそうなので、あえて方向変えてからコンボを決めたらしいです。さあ、残るとこラスト2回。まあ、動画を見ながら勝敗カウントしてる人にはもう
結果出たってますけど、まあ、最後あれです。タデをこするからそういうことになる。あ、うまい。あ、こまあ上で押さなくていいです。まあなんていうかな、あの桜とかでよくあるあの壊し壊し壊し中春風とか強春風は、あの壊しと春風の間が割り込めるんで、岩佐前進して桜の後ろからウェイドキャノンっていうのがね、距離関係なし抜けるんで、まあその春風見てからは無理なんで、壊しに入れ込みみたいな感じになりますけど、ゲー減るんで覚えておくといいと思います。たまにこういうまともなことも言っとかないとね。あ、終わりたい。あ、ガーちゃん勝ついな。まあ今のはガーちゃん打つポイントでもあるんでね、まあしゃあないしゃあない。さあ竜対ジョー、これはあれですね、ジョーのところにジョー過去最強キャラっていうタグかなんか作られてもおかしくないかな。誰かつけといて。さあ大将ブランカ、ブランカ対竜、もうここまで来たらね、もう思い残すことなくやりたいことやってガチを終えてほしいところですけど、ドーペン来ます。まあね、やっぱゲージがね、この組み合わせはどうしてもこれは確定、ちょっと怪しかったけど結構ギリギリなんですよね、あれいけるかなみたいな時があるんで、あとたまにラグって反撃できない時もあるんで、よく判断した。お互い縦横無尽に右へ左へ右へ左へっていうね、捕まった。割と地面には痛くないみたいな。さあ残り時間は37秒。あーっとブッシュが負ける。これはおお巻き込んだ、逆転して。今お互いすごい間ありましたね、お互い何しようかと思ってなんかラグったみたいな。さあ寒いとか言うな、竜側これしかねえんだよ。でたまにこうやって投げて、あー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 
さあ次がラストの20本目。12月22日平成20回勝ち、ラストは南は超大将列勝に動画を意識したんですかね。さあこれでようやく今回のガチも終了。あとは僕が全試合を最速でエンコードするだけ。睡眠時間がやばいっす。さあ投げて、これは見えない、しかもうまい。よく判断したな今。さあ中堅龍、これがラストなんでやりたいことやってほしい。押して最後になって上手くなる。なぜか最後になって三好が安定する。あっ、今のは後足カウンターヒット確認、中足キャノンってちゃんとやったんだけど、しゃがめてなかった。メンテはしてるよ、うまい。さあうまい、南が取ってきた。あーちょっと遅かったか。わあ元レッスン、ダークラゲージが光ってる。さあ投げる、元投げ炸裂。さあ地上戦からどっかで近づきたい。さあうまい、足払いでしっかりダメージを取って、ここはおそらく相談なんで投げれんですかね。あ、南さん割と投げれんしやすい子なんで。さあ中堅ブランカの同時押しからがミスる。もう悪から、この色別に悪くないと思うんですけど、この色使ってるの辻君ぐらいと。あ、昇竜、あ今の状態も龍側は、踏み込んで前転でスクロールで裏回ります。多分なんとなく分かると思うんで、
だからブランカ相手にスクロールやってもね、あの翼電撃で返されるんで、まあ相手のミスマッチみたいなところもありますけどね。逆にミスると画面足背負うんで、まあそれなりのリスクもあると。ブランカはゲージを貯める。リュウのゲージは溜まってるから気にしなくてもいい。あとは自分が貯めるだけ、左手は添えるだけ。さすがにあの状態の前転はね返せないで。先にリーチかけたのは南。相性下がった対ブランカ。ダメやって、ここはダメージを取りに行く。さあミス、電撃に負けると。さっき言ったのこういう状態、逆になんか画面下ってピンチみたいな。いいですね、ちゃんと言ったことをやってくれますね2人とも。あとは南は練習のみ、明日に備えた全キャン電撃の練習。元はこのブランカを止めて、ひとまず上下がってに持ち込みたいが、スライディングヒット、投げて投げ返して、さあどうする、キャノン。さあ各班取ったけど、これで体力がない。さあ大将胴体下がった。これがラスト。特に何もなく勝ったのは南。というわけでこれで今回の聖戦は終了。お疲れ様です。はい、AKB ゾーンマッチが始まります。さっき、元とのガチで勝った南対、王者のキツネ君との対戦です。あー、じゃあ俺の時みたいに爆裂使えよ。ブランカもっと青い花がギリギリに届かへん前をキープして戦って、で青い花を使って終盤ダイレクト。夜ヒゲージもったいないから早う発動して。ブランカはとりあえず距離を離してしゃがみ中パンチでゲージダメ。サガットはとりあえずチュンリーのしゃがみ中パンチの前に入ってギリギリしゃがみガード、それ繰り返してたらいつか中盤砲翼を見せてくれるから、とりあえずそれ狙いでもノーリスクで立ち回ってください。とりあえずゲージ溜まってから勝負なんで、2人とも奥でゲージ溜めてください。
それでは南さん、良いお年をお疲れ様です。まあ、グラデーション